ジョーダン EJ10 は、ジョーダングランプリが2000年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。車ャシの形式番号は、本年度から EJ と付けられるようになったが、EJ10 というのは、エディ・ジョーダンの F1 参入10周年を記念しての、ものであった。1999年シーズンは59ポイントを獲得して、コンストラクターズ3位となり、予算も増加。 さらなる飛躍が期待されたが、それを裏切るシーズンとなった。EJ10 はサーキットによって、交付調の差が大きく、マシン全体の設計変更が続けられ、ドイツ GP からは改良型の EJ10 バイトが投入された。しかし、信頼性の低さに悩まされ、2台で34回出走したが、乾燥は15回と50%以下の乾燥率であった。 前年2勝したハインツ・ハラルド・フレンツェンは、ブラジル GP とアメリカ GP で得た3位2回が最高成績だった。ドイツ GP では予選17位から2位まで浮上したが、マシントラブルでリタイアした。新加入のヤルノ・トゥルーリも予選ではモナコ GP とベルギィ GP でフロントローを獲得したが、いずれも結果に結果に結びつかなかった。昨年のようにフェラーリやマクラーレンと、 互いすることもできず、ウィリアムズ、ベネトン、バーに遅れをとって、コンストラクターズランキング6位でシーズンを終えた。トゥルーリは本マシンについて、後にインタビューで、新品タイヤでは、すごいスピードで走れるのに、タイヤの消耗が信じられないほど早かった。3周もすると、リアタイヤが完全に終わってしまい、その後はトラクション不足に苦しみながら、なんとか持ちこたえるしかなかったんだと語っており、 決勝レースでのタイヤマネジメントに何があったことを指摘している。フランス GP にてチームは翌シーズンからのホンダエンジン搭載を発表し、無限ホンダとのジョイントは3シーズン目で終了となった。また、デザイナーのマイクガスコインは翌年のベネトン遺跡の希望を表明したことで休養させられた。エディ・ジョーダンは後に EJ-10 という飲料を販売した。ありがとうございます。